皆様こんにちは。ソプラノの須藤彩子、ピアノの蜷川千佳です。ただいまより2曲演奏させていただきます。まずはじめに演奏させていただきますのは、猫の子あげます、いらっしゃい。これは今から65年前の作品になります。詩を書かれた竹中育先生は大沢先生の関西学院での先輩でいらっしゃって、大沢先生の作品には竹中先生の詩によるものがたくさんございます。大変猫好きであられた大沢先生の猫への愛情あふれる一曲となっております。その次にお届けしますのがロンディーノです。これは先生がボストン、パリへのご留学から帰国された翌年に東京で初演されました。もともとはオーケストラ伴奏の歌曲ですけれども、本日は先生のご自身によるピアノ伴奏版でお届けいたします。81年前の作品とは思えないフランス歌曲を思わせるようなおしゃれな曲です。どうぞお聴きください。
Thank you.